フローレンス・スタインバーグはアメリカの出版人。1975年に発行したビッグアップルコミックスは最初期の独立系コミックブックでアンダーグラウンドコミックとウルタナティブコミックの中間的な性格だった。1960年代のいわゆるコミックブックのシルバーエイジにはマーベルコミックス編集長スタン・リーの唯一の部下として成長途上の同社で 受付やファン対応に当たっていた。マーベルが社員2名の小出版社からポップカルチャーコングロマリットにまで発展していく時期のキーパーソンの一人であり、一気商人でもある。スタインバーグはコミックキャラクターとしてマーベル作品に登場したことがあり、コンベンションで登壇したり、雑誌の人物記事で取り上げられたりもしている。父親はタクシー運転手、母親は 公共即記者だった。アメリカのマサチューセッツ州ボストンで生を受け、同市のドーチェスター地区とまたパン地区で育った。ボストンのロックスベリーメモリアル女子高校では生徒会会長を務めた。マサチューセッツ大学アマースト校に進んで歴史を先行し、シグマ、デルタタウソロリティの会員となり、1960年に学士号を取得した。その後は、 ボストンのニューイングランドテレフォン社でサービス担当として働く傍ら、エドワード・ケネディが連邦上院に初立候補した選挙戦にボランティアとして参加した。1963年にニューヨークに移ると、ロバート・カイ・ケネディの上院出馬にも参加したが、本人のことでは深い関わりではないという。スタインバーグ。1963年3月に、 ニューヨークに移り、その時代のキャリアガールがよくやっていたように、キリスト教女子青年会に滞在しながら、職業紹介書を通じた職探しに数ヶ月を費やした。2002年のインタビューでは、いくつか面接を受けた後で、マガジンマネジメントという出版社を紹介されましたと語っている。そこで、スタンリーという男性に会いました。 リーが探していたのは当時ギャルフライデーと呼ばれていた存在でした。スタンは自分専用の事務室を持っていましたが、同じだだっロいフロアには部屋がいくつもあって、その会社の雑誌部門がほとんど収まっていました。マガジンマネジメントはマーベルコミックスのほか何冊もの男性誌、映画雑誌、クロスワードパズルボーン、ロマンスコミック誌、体験告白雑誌、 探偵雑誌を出版していました。それぞれの部署が交代で週に1日ずつ電話交換代を受け持ちました。正規の交換手が昼休みでいない間に、スタインバーグによると、当時は初級収60ドルならラッキーな方でした。でもスタンは65ドルを提示してくれて、就職を決める大きな後押しになりました。この時期、マーベルの社員はリートスタインバーグだけで、 他の仕事はフリーランスに任されていた。スタインバーグによると、事実上、プロダクションマネージャーの役を務めていたのは、ソル・ブロドスキーで、よくオフィスに来ては画番を据え付けて広告ページの張り込み台紙を作っていましたという。当時のマーベル社は、ブルペンという部屋が知られている。いならんだ作画家が我番に向かって絵を直したり印刷用に加工したり、あるいは後に、 マーベル作品の読者欄やお知らせページで描かれたように、リーやジャック・カービー、スティーブ・ディッコ、ドン・ヘックのような面々が無駄口を叩き合っている伝説的なクラブ室である。スタインバーグの記憶では、ブルペンが現実に初めて作られたのは、同社が都心部の655から635、マディソン・アベニューに移転してからだったという。スタンはようやく自分の事務所を手に入れました。 窓がついた広いスペースが私の居場所でした。社員になったソル・ブロドスキーもそこに机を置きました。スタインバーグは、リーの秘書を務めるのに加え、作画家を手配してはお立て上げて、締め切りまでに原稿を提出させ、ファンレターに返事を書き、特に、ファンクラブの有料会員には、特典一式を送り、業界の自己検閲の承認員である、コミックスコードマークを表紙に載せるために、 コミックス倫理規定委員会にアートワークを送付した。コミック作家に会おうとして、編集部に押しかけてくるファンに対応するのも、スタインバーグの役目だった。オフィスを訪ねてくる人が現れ始めました。その時は、私が出て行って、用を聞かなければなりません。そうすると小さな子供は、私の横をすり抜けていこうとします。それで、仕方がないからその子を引き倒します。みんな。 子供が訪ねてくるのはいいことだと思っていましたが、そうだとしても、こっちは仕事をしてるんですから。作画家のジム・ムーニーはこう回想している。素晴らしい女性でしたよ。DC へ行くとビジネスライクなもので、終わって出てきたら、やれやれ、いっぱいやるかという気になります。マーベルへ行くでしょ。中に入るでしょ。そこで、フローが言うんです。あら、ジムこんにちは。すぐスタンを呼ぶから。 スタン、ジム・ムーニーよ。それで私は、なんだこれは、俺有名人じゃないかとなります。素敵な人でした。そう思っていたのは私だけじゃありません。本当ですよ。誰も彼もそうでした。でも今でも、あれは、本当は私だけだったような気もします。八面六臂の働きをしていたスタインバーグは、当時についてこう述べている。ファンが送ってくる、郵便物や、 スタンが始めたメディー・マーベル・マーチング・ソサイティに押しつぶされそうでした。仕事が多すぎたんです。臨時に手伝いが必要になった時、バージニアのリンダ・ファイトという女子大生から素敵な手紙を受け取りました。その子はマーベルに来て私の下で働くことになったんですが、そのうち原作と制作の仕事に移りました。スタインバーグは オルタナティブ氏、ロサンゼルスフリープレスのインタビュー記事のためマーベル社まで、スタンリーを訪ねてきたトリナ・ロビンズと出会って、進行を結び、アンダーグラウンドコミックス界に触れた。ロビンズを通して、ニューヨークのオルタナティブ神、イーストビレッジ、アザーの寄稿者や、アンダーグラウンドコミックス作家に、交友関係を広げた。1968年に、マーベルで、スタインバーグの公認となった。 ロビン・グリーンは、後に、ジャーナリストとなって、ローリング・ストーン氏にこう書いた。マーベル・コミックスで職に就いたのは3年前になる。私は、フローの公認だったが、その穴を本当に埋めることはできなかった。ファンの間で、ファビュラス・フロー・スタインバーグとして知られる彼女は、編集長スタン・リーその人と同じくらい、マーベルの第二ゴールデン・エージの立役者だった。フローがマーベルに入社したのは、 スタンが自作のキャラクターに奥行きや人格と個性を与えてコミック界に革命を起こした直後でまさにマーベルが巨大になっていく時期だった。スタインバーグは1968年にマーベルを去った。私は疲れきっていました。ファンから膨大な郵便物が届くので辞めるまでの何年かはとても長く感じました。郵便袋はどんどん届くし、 全部のファンレターに返信しなければならなかったんです。仕事そのものは5年間勤め上げた後も対して、高級ではなく、退職までに得た昇級は5ドルに満たなかった。マリー・セベリンは2002年に、スタインバーグの送別会を改装してこう述べている。マーベルが、今までにやった最大の愚行は、フローが要求した昇級を却下したことだと思います。 裏表がなくて決断力もある人なんだから、社にいれば、後々貴重な人材になったはずなのに、私はこう思っていました。こいつら一体何なんだ苦労は特別だ。仕事をよくわかっている。ファンの扱いがうまい。愛者精神がある。当然受けるべき昇給がないのはどういうわけなんだボケどもが1969年2月発売の コミックスのブルペンブレティンランで、スタインバーグがロックフェラーセンターの素晴らしい転職先で働いていることが伝えられた。業界団体の米国石油協会に職を得た。スタインバーグは2年半にわたってパンフレットや技術マニュアルの編集に携わり、協会がワシントン DC に移転する際に退社した。この頃には、トリナ、ロビンズ、キム・ディーチ、ミシェル・ブランド、 ロジャーブランドなどニューヨークのアンダーグラウンドコミック作家と交友を持っていた。これらの作家がアンダーグラウンドシーンの中心だったカリフォルニア州サンフランシスコに引っ越していくと1970年後半にスタインバーグも後を追った。1年後にはサンフランシスコを去ったがその間にアートスピーゲルマンをはじめとする漫画家と親しくなり、 ゲイリアー・リントンのサンフランシスココミックブックカンパニーで働いた。その後はしばらく、ボストンの実家で過ごしてからニューヨークに戻った。1984年の回想によると、マーベルの作画家で友人のハーブトリンプが、マンハッタンの80丁目後半に使われていない、スタジオを持っていたので、そこに住んで食探しをしましたという。見つかったのは、 ホラーコミック誌の出版社ウォーレンパブリッシングの通信販売部門、キャプテンカンパニーを運営する仕事で3年間続いた。1974年のニューヨークコミックアートコンベンションでは、マリー・セベリン、ジーン・トーマス、ファン代表のアイリーン・バルタ・ノフラと共に、コミック界における女性の役割についてのパネルに登壇した。1975年に、 ビッグアップルコミックスを発行した。アンダーグラウンドコミックスと現代的なインディペンデントコミックスをつなぐ重要なリンクであり、ニール・アダムス、アーチー・イーグ・トウィン、アル・ウィリアムソン、デニー・オニール、ウォーリーウッドのようなメインストリームの有力作家が寄稿していた。批評家兼ジョーンズは、後年の1八十六年のレビューで、ビッグアップルコミックスとマーク・エヴァニアのハイ・アドベンチャーが 最初に刊行された真のオルタナティブコミックスだったかもしれないと述べている。1984年時点ではマンハッタンを拠点とするアーツマガジンの編集長を務めていた。1990年代にマーベルに復帰して後成者となり、パートタイムになりつつも2017年まで続けた。スタインバーグは2017年7月23日に 脳動脈瘤と転移性肺癌の合併症で死去した。マーベルはこれを受けた声明で、常に変わらず、マーベルの核心であり、自ら伝説を築いた人でもあったと賛辞を送った。遺体は、ニューヨーク州カーホンクソンのユダヤ人墓地に埋葬されると報じられた。同月、マーベルの女性編集員がスタインバーグを追悼する集合写真を SNS に投稿した。これは、 男性コミックファンの敵意を呼び、コミックスゲートと呼ばれる運動が広まるきっかけとなった。スタインバーグは、スタンリー、ジャック・カービー、ソル・ブロドスキーと並んで、コミックキャラクターとされ、作中設定の改変を特徴とするシリーズ、ホワット・イフ第11号の主役を務めた。カービーの原作、作画による、この風変わりな作品で、マーベル・ブルペンの4人は揃って、 ファンタスティック4に変身する。スタインバーグはインビジブルガールに犠牲られた。マーベル世界のパラレルワールドを舞台とするアルティメットファンタスティック4第28号にはライターのマーク・ミラーによってオマージュが込められたシーンがある。ほぼスーパーヒーローだけが住む異世界の地球においてスタインバーグは大統領層の秘書として登場し若いヒューマン統治に小言を言う。 ありがとうございます。